どうも、ひだいまのチャンネルです。お願いします。今日は12月14日から12月20日までのホロスコープ星座占いをやっていきたいと思います。ということで、まあね、この週はね、どんな週になるのか、僕もね、ワクワクはしているんですけれども、皆さんもね、ありがたいことにホロスコープ星座占い、好評なのでね、やっていきたいなと、まあやっていくんですけど、うん。で、そうなんですよね、僕はね、20日35になります。ありがとうございます。先生術で言ったら35から僕は火星期に入るんでね、僕の、火星の星座がねサソリ座なんですよ。なんじゃそりゃってね思うかもしれないですけど、僕は35から何かを学ぶっていう時期なのでね、もっとね占いを頑張っていこうと思うのでよろしくお願いします。では行ってみましょう。ホロスコープ星座占いです。どうぞ。では12月14日から12月20日までのホロスコープ星座占いの運勢お出しください。はい、ということで出ました。まずね、何からめくっていこうかなと思うんですけれども、12月半ばね、いて座いきますか。いて座どうでしょうか。いて座オープン。クイーンのカップの逆位置、いて座クイーンのカップの逆位置です。この週はね、感情的になりすぎるとか、自分の考えが固まってんのに行動できないとか、動きたくても動けないとかね、なんかだるさとかある週なのかな。自分の気持ちをね伝えられないとかね、そういう週になりそうですね。で、アドバイスとしては、仲間とか友達もちろんいいんですよ、いいんですけど、慣れ合いとかそういうなーなーみたいな関係にはなることはあんまりよろしくないよっていうカードなので、気をつけていった方がいいのではないかなと、いて座代表としてね、僕も気をつけようかなと思います。いて座の皆さん気をつけましょう。では次行ってみましょう。次はね、じゃあ魚座でも行ってみましょうかね。魚座オープン。あ、ソードのライト、魚座ナイトソードの聖地です。動いてますね。例えば変化の変わり目とかね、動き出すタイミングとかね、根本から自分を変える時ですよとか、早く動くっていう感じですかね。アドバイスとしてはタイミングですね。タイミングを逃さないように気をつけてください。これはね結構勢いのあるカードなので、じっとしてたら逃しやすいんですよ。なので即座に対応してすぐ行ってください。それがいいタイミング、そんな週になると思います。逃さないように気をつけてくださいっていう感じですね。そうか、じゃあ次カニでも行ってみましょうかね。カニ座来ますよ。カニ座オープン。あ、いいんじゃない、いいな、いいカードが出ましたね。うん。カニ座テンペランスの聖地です。っていうのがですね、今カニ座の皆さん、恋愛してる皆さんめちゃくちゃいいですよ。お互いね相思相愛とか、あとは順風満帆に恋がね実っていきますよとか、そういうようなカードなんですよね、テンペランス。あとは流れのまんまに進んでいきなさいよっていうようなカードです。そのまんまの、まあ、現状維持って言ったら、その恋もね現状維持のままになってしまうので、うまくね流れを掴んで相手に合わせるのでもよし、で自分で考えた計画で
進めていくのもよし、そんなような週になります。クリスマスも近いのでね、羨ましいです。じゃあ最後行ってみましょう。最後どうしようかな。じゃあサソリ行ってみますか。サソリ座です。オープン。おー、ソードの4の逆位置です。サソリ座ソードの4の逆位置です。あのね、このカードはね、いいんですよ。例えば回復の週になります。で、止まってた仕事とかも再開できますよみたいな、そんなような週ですよ。うん。なので諦めてたものとかもう一回ね、やってみてください。この前よりは絶対頭も冴えてくる週になります。改めて再開するっていうような、行動をとってみてもいいんじゃないんですかね。いい週になると思うので、ぜひもう勇気を持ってやってみてください。それがアドバイスです。なるほどね、こんな感じになりましたか。ということで、じゃあ全星座手動オープン。こんな感じか。天秤座と三つ亀座と乙女座、いいんじゃない？羨ましいですね。うん。この週はこんな感じです。はい、ということで見ていただきました、ホロスコープ星座占い、いて座の皆さん、まあ僕もそうなんですけどね、ちょっと頑張りましょう。うん、大丈夫。自分のことは自分で鞭を叩いてやんなきゃなって思いますね。クイーンのカップの逆位置なんでね、うまいことひっくり返すように、ひっくり返せるように頑張りましょうよ。他の星座さんもね、まだまだ逆位置のね状態が続いてるところが多かったんですけれども、獅子座もね大変だなっていう感じですけどね、頑張りましょう。必ず正位置は来ます。そんな感じですね。で、まあ引き続き、あの今週の星座の意味、僕のインスタグラムに載っけてありますので、よかったら概要欄から飛んできてもらって、内容を見てもらえれば、あ、そうなんだ、うんってわかるんで、ぜひ遊びに来てください。ということで、また更新します。ありがとうございます。サブチャンネルも見てね。